関ジャニ∞丸山隆平熱愛報道により事務所から干されて退所濃厚か。番組を次々と降板でジュリー氏の退任も関係か。こんにちは、スコープ芸能です。素朴な癒しキャラで知られる関ジャニ∞の丸山隆平さんの初となる熱愛報道をファンはどう思っているのでしょうか。丸山さんは17年にバラエティ番組で僕のファンは妻ですと発言しています。以来ファンのために結婚しないと公言し、ファンたちもその言葉を信じ自らを妻と称してきました。しかしその丸山さんには4ヶ月前から恋人がいたのです。しかも19歳も年下の恋人の A さんは橋本環奈の可愛い女性です。丸山より19年下で今年21歳になります。都内の飲食店でアルバイトしていましたが、今は千葉県の歯科医院で働いています。丸山の知人2人の出会いは大人の社交場六本木港区だったという話です。丸山は多くの芸能人を客に持つ会員制バーの常連で、 A さんと出会ったのは4ヶ月ほど前。人に連れられてバーを訪れた彼女と丸山さんはすぐに交際に発展したと聞いています。丸山さんは彼女と真面目に交際しており、丸山さんが親しくしている横浜流星などにも紹介していると聞いています。月に数回仕事を終えた A さんは約1時間半かけて千葉の職場から丸山さんの自宅を訪れており、丸山さんの自宅で一晩過ごして帰宅というデートを重ねていたのです。デビュー以来20年間ノースキャンダルを貫き、ファンも安心しきっていただけに、さぞかし裏切られた思いが強いだろうと思いきや、案外そうでもないようなのです。ファンたちは早速 SNS に投稿していました。その大半が恋愛に年齢は関係ないと思いつつ、正直気持ち悪いと思ってしまったといった年の差に否定的な意見や、事務所が大変な時にのんきすぎるとジャニーズ事務所の性加害問題の真っ只中での熱愛報道に呆れるといった意見でした。ただ恋愛に関しては自由恋愛だし仕方がない、まあ合法だしお金もあるしと微妙な言い回しながら仕方なく受け止めているという感じなのです。19歳という年の差に対して拒絶反応があるのも確かですが、ファンにとってはそれほど驚くことでもないのです。18年に TOKIO の元メンバー山口達也さんが未成年者への強制わいせつ事件不起訴処分を起こしました。城島茂さんは19年に25歳年下のタレントと結婚しています。これらに比べれば想定内ということなのでしょう。それ以前に性加害問題の方が気になって、関心があまり丸山に向いてないと言った方が正しいかもしれませんね。ジャニーズ事務所のトップアイドルの熱愛報道にしてはこの反応の薄さは少し寂しい気もしますが、丸山さんにとっては不幸中の幸いだったのかもしれないです。しかしここから衝撃的な報道が入りました。 TBS 系サタデープラスが2日に放送され、2015年4月4日の番組スタートから MC を務めてきた丸山さんが9月末で卒業することを発表したのです。番組のラストで丸山さんは、私丸山隆平は9月いっぱいである方にバトンタッチすることになりましたと報告し、後任に A の正門義則さんが就任することを伝えました。丸山さんは8年半ほどやらせていただいて、番組はいろいろコーナーも変わりながら進化し続けてきたんですけども、続けてきた番組が次の世代にバトンタッチできることは僕も長くやってきてよかったなと、次の世代しかも同じ関西出身なので9月10月以降の朝を正門くんに盛り上げてもらいたいなと思いますと感慨深げに話しました。スタジオに同席した正門さんは、この時間を楽しみにされている視聴者の方もたくさんいると思うのでとコメント。すると丸山さんは、どうなん、実際にはちょっとプレッシャー肝心の朝やで、全国の朝と尋ねると、正門さんはめちゃくちゃ感じてますと緊張気味です。丸山さんは、
俺8年半やったけど緊張しなかった朝ないもん、と振り返りました。また10月からはお笑いコンビアンタッチャブルとアンミカも加入し、新体制となることも発表されました。同番組は15年に丸山さんと小坂井和樹さん、小島瑠璃子さんの3人を MC に起用してスタート。20年3月で小坂井さんが、22年9月で小島さんが番組を卒業し、その後は丸山さんとサブ MC の清水麻耶アナウンサーで進行してきました。そしてこのタイミングでの突然の卒業ですから、どういう理由なのかは気になるところではありますよね。丸山さんの出演する番組はこのまま徐々に減ってしまうのではないかとの声も多方面から上がっているようです。また丸山さんが所属するジャニーズ事務所、創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題に揺れるジャニーズ事務所のトップでジャニー氏の命にあたる藤島ジュリー景子代表取締役社長が退任することが分かっています。ジュリー氏はジャニー氏の実施で創業時から事務所の経営面を担ったメリー喜多川副社長の長女です。そしてジャニーズ事務所では様々な派閥があるといいます。もしかして派閥があるのではないかとマスコミが気づいたのが2015年です。その後スマップの衝撃的な解散を皮切りとし、ようやく徐々にその実態が明らかになりました。ジャニーズジュリー派はまたの名を藤島派とも言われています。現社長ジュリー氏が積極的にマネジメントしているジャニーズ所属のアイドルたちのことです。特にジャニーズでもジュリー派は各所での大々的な共演も多いので、他の派閥に比べて見分けやすいかもしれません。またジュリー氏は今は亡きジャニー喜多川さんの意思を引き継ぎ、彼の派閥にいた新参アイドルを気にかけたりといった一面もありました。そのため公にはなっていないものの、2021年から勢いを見せているなにわ男子がその一つではないかと言われています。ジュリー派の歴代メンバーは下記の通りです。 TOKIO 1990年、嵐1999年結成、2020年12月31日退所、生田斗真1996年、 KAT−TUN 2001年、関ジャニ∞2002年、その他もろもろといった感じです。いずれも活動歴の長い大人気アイドルが多い傾向にあります。なにわ男子ジュリー派説は以前に嵐の看板番組に出演したことが大きな理由です。そしてジュリー派に属していたグループはその寵愛を受けて番組などの露出が多い傾向にありました。そしてその中の関ジャニ∞も含まれていたという話です。ジュリー氏の退任が決まった今、ジュリー派はここから徐々に力を失っていく可能性が非常に高いです。もしかしたら丸山さんの番組降板もそういった事情が大いに含まれていると言っても過言ではないと言えます。揺れ動くジャニーズ事務所の中でこれからどういった動きをしていくのか、丸山さんのこれからに注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。